フェロル港は、スペインガリシア州は、コルーニャ県、フェロルにある港湾。大西洋に面しており、ガリシア州では、アコルーニャのアコルーニャ港と共に、主要な港として数えられている。フェロル付近は、リアスアルタスと呼ばれる出入りの激しい、リアス式海岸であり、シュビア川の河口には、リアデフェロルが存在する。フェロル港は、リアデフェロルの内部に作られた港であり、リアデフェロルの出口付近に建設された港でもある。フェロル港は、軍港であり、漁港でもあり、商業港でもある。また、地元のフェロルの住民などは、マリンスポーツにも利用している。1588年には、スペイン無敵艦隊がイングランドに向けて侵攻し、7月31日から8月8日には、アルマダの海戦が勃発したが、この際にスペイン無敵艦隊が出港したのはフェロル港だった。ガリシア語でリアとは深く内陸へと切れ込んだ入り江のことである。リアス式海岸は地面が沈降したことによって形成される地形の典型例であり、要するにリアデフェロルは古代のシュビア川が浸食して形成された谷が海面下に沈んだものである。ありがとうございます。